新型コロナウイルス感染症拡大防止のため学校も部活動もお休みしています。この間自宅でできるエクササイズを紹介します。体力パフォーマンスの維持向上に役立ててください。フロートプランクは肩の真下に肘をついていきます。そこから足を後ろに伸ばしていきます。でこの時に腰が反りすぎないようにまっすぐの状態をキープしてお腹にしっかり力入れていきます。でその状態から30秒間キープしていきます。 できる方は1分間まで伸ばしていっても OK です。さらに負荷を上げたい方は片足を10秒ずつ交互に上げていってやっていくと負荷が上がっていくと思います。で負荷を上げていくと腰が反りやすくなるので反らないように注意してやってあげてください。でそれを3セットぐらいやっていきます。足をクロスした状態で上の足を前に持ってきてあげます。で手のひらは45度ぐらい外を向く形でついていきます。その状態から天井に向かって自分の体を引き上げてまっすぐになるようにキープしていきます。その時骨盤が外側に開いたり前に丸まったりしないようにまっすぐお腹に力を入れた状態で30秒キープしていきます。できる方は1分キープしていっても OK です。そのままさらに負荷を上げたい方は片足を上げた状態で10秒キープしていきます。そのままゆっくり下ろしてゆっくり戻ってきてっていう形で3セットぐらい行っていきます。足は自分の体の幅ぐらいにセットしていきます。で足首が外を向いたり内側を向いたりしないようにまっすぐセットしてあげます。手はお尻の斜め後ろについていきます。指先が足の方を向くようにセットしてあげてください。しっかり肩甲骨を後ろに引いた状態をキープしてお腹に力を入れたまま体を持ち上げていきます。この状態で30秒キープしていきます。できる方はこのまま片足を交互に上げていきます。これは秒数関係なく交互に5回ずつぐらい足を上げてもらえれば OK です。その時お尻が下がってくると腰を痛めるのでお尻が下がる方はしないでください。でゆっくり体を下ろしていきます。これを3セットぐらい行っていきます。足幅はあまり広げすぎないようにしてあげてもらって、でそのまま腰に手を当てていきます。でお腹にしっかり力を入れた状態から股関節と膝を一緒に曲げるように後ろに突き出していきます。この時膝があまりつま先より前に出ないようにやってあげるのがポイントになります。でそのまま元の位置に戻ってきます。これを10回ぐらい繰り返していきます。それを3セット、できる方は5セットぐらいまで増やしても OK です。片足を前に出していきます。体を真下に落としていきます。反対側の膝が床につくところまで曲げていきます。その状態から戻していきます。この時に腰を反りすぎると腰を痛めてしまうので、しっかりお腹に力を入れた状態で真下、膝タッチしたら戻ってきます。この時もつま先が膝より前に出すぎないようにそのまま真下に降りてそのまま戻ってくるっていう感じでやっていきます。これも片足10回ずつで3セットぐらいやってあげてください。